めちゃめちゃ顔が変わっててびっくり、エカイレヤロ松本トゥー中井、出演で印象激変指摘。LDH ジャパン代表取締役会長兼社長のエカイレヤロ54が、3日放送のフジテレビ系、松本トゥー中井、フジテレビ系に登場。お笑いタレントビートたけし、76と共にゲスト出演し、たけしへのリスペクトを明かしたが、 ネット上では顔面の変化が話題になっている。同番組でヒロは、たけしについて、子供の頃から大好き。自分のエンターテイナー的な要素は半分がマイケル・ジャクソンで、半分たけしさん、と発言。たけしと食事をすることもあるといい。タランティーノとかスコセッシとか、その辺の映画の話を聞けるので、食事中は集中して。 飲んでばっかりではなくて、話を聞いて、勉強になります、と明かしていた。ヒロといえば、今年10月に LDH ジャパンの代表取締役社長に6年ぶりに復帰し、同11日放送の日本テレビ系、有吉の壁日本テレビ系、で復帰後メディア初登場を果たしました。 そんなヒロが松本人志、六回正広、51が MC を務める番組に、たけしと共に出演したことにネット上ではまるでエンタメ界の首脳会談だな。あまりにスター揃いすぎません、と驚く声が続出。一方で、めちゃめちゃ顔が変わっててびっ顔変わった気がしたけど、眉毛アートメイクかな。顔が柔らかくなったな、といった反応や、佐久間の不行きに見えてしょうがないと。 以前同番組にゲスト出演していたテレビプロデューサー佐久間信之に見間違えたという声も出ていました。ヒロは近年あまりメディア露出していないためパフォーマーとして活動していた時期の印象が強いのかもしれません。テレビ誌ライターなお、次回の松本中井のゲストは赤、詩人39と山田孝之40で、赤西が10年ぶりのバラエティ出演を果たす。 今回のヒロとタケシのゲスト出演も大いに注目を集めていたが、次回も話題になりそうだ。